い、どうもこんばんは、コアトキグミです。今回の動画は2024年3月の新ツム Perfume アリスの使い方についてなんですけども、実はね、ある YouTuber さんの解説動画を参考にしたところ、めちゃくちゃ伸びたので、僕もそれをね、ちょっとどのあたりを参考にさせていただいたのかを、中心にちょっとご紹介させていただければなと思っております。いやでもね、ほんまに劇的に変わりました。びっくりした。ね、でその動画はと言いますと、これお名前出しちゃって大丈夫ですかね。はい、もしご迷惑やったら言うてください。てかもう出ちゃってますけどね、すいません。今回参考させていただいたのが、不明だよさんのたった1日でぶっ壊れに覚醒した爆飲みのコツがこちらという動画です。はい、URL ね、概要欄に貼っておきますので、よければそちら本家の方を見ていただいて、ね、ほんまに勉強になりますので、はい、ぜひぜひ参考にしてみてください。そして今回ね、僕が特に意識してプレイしたところをちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、こちらの動画ではね、3つ重要なポイントがあるというふうに教えていただいてます。一つ目が、とにかく9チェーンで繋いでいくということと、二つ目が、アリスがね、コインのプラス補正を持ってるということで、まあ、毎粒、プラス、ちっちゃくなったね、アリスも、消しまくる、ということ。そして三つ目が、チェーン後にボムキャンをするっていう、このね、三つをね、重要ポイントとしてご紹介していただいてるんです。で、特に、僕が意識したのは、この三つ目の、チェーン後のボムキャン、これはね、絶対しなあかんっていう風に、ね、紹介してはるんですけども、これね、上手い人からすると、もうこんなん当たり前ちゃうんっていうような話なんかもしれないんですけど、どうしてもそのね、アリスをたくさん消さなあかんとか、消去量をしなあかんっていうので、どうしても消しちゃう作業にね、集中しちゃって、なかなかこのチェーンボムキャン、チェーンボムキャンっていうのがね、やれてなかったんですよ、正直。でもこれやることによってね、もう、びっくりした。全然違う。いやし、これはね、もしされてない方がいたら、もうやってみてください。チェーンボムキャン。なかなかね、これ、うまいこと言った時と、うまいこといけてない時っていうのがあって、ね、それを必死に、じゃあやれてたかっていうと、そうじゃなかったんですよ、この動画に関してもね。ただ、明らかに変わったかなって、ほんまに思ったのが、スキルループがめっちゃする。こんな感じで。なのでそれはね、明らかに変わった点かなと思いました。あとはやっぱりボムキャンって大事やなと思いましたよね。ボムキャンすることでやっぱりツムのフリーが早なるでしょ。やし、よりね、プレイがスムーズにいくようになったんちゃうかなと思いました。はい、この3つのポイントを意識するだけでだいぶね、稼げるコイン数が変わってきます。僕正直ね、だいたい5000コインからまあ5000、6000コインぐらいやったんですよ、平均が。それがね、もう明らかに平均7000以上というか、もうちょいで1万コインまで、稼ぐことができるようになりました。これ、5、4のみなんですけど、はい。もうちょいでね、1万コインを狙えるところまで来たので、ちょっと練習してみようかなと思ってます。1ペリオドの中でもね、やっぱりこの3つのポイントがうまくいってる時とうまくいってない時がどうしても出てきちゃってて、これね、もうちょっとスムーズに習得できれば、まだまだね、スコアも、コイン数も伸ばせられると思いますので、はい、ちょっと頑張って練習してみようかなと思っております。いかがだったでしょうか。とりあえず、ソテンで9000コインまで稼ぐことができるようになりました。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと勝手にね、ご紹介させていただいたんですけど、ご迷惑やったらほんまに言うてください。今回は、不明だよさんの動画を参考にさせていただいたところ、稼げるコイン数がめっちゃ伸びました、という動画でございました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。今回のね、Perfume アリスは、プレイ自体はね、ちょっと難しいツムになるんですけれども、すごくね、ポテンシャルのある優秀なツムなので、よかったら皆さんも、練習してみてください。よかったらね、チャンネル登録、高評価していただければ、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。それでは、今日誕生日の人おめでとう、コアトキグルミでした。